Please turn your attention to the screen for information provided by the local police.フットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。この時間はリバプール対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。リバプール対ヴィファーレン長崎。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。アレクサンダー・アーノルドですよね。彼は何といってもキックの精度ですよね。アシストもできますし、セットプレーでも彼のキックというのは生きてくると思いますけどもね。彼はサイドバックの価値観を変えたような選手ですよね。はい、どうやって彼の守備を突破するかというのもこの試合の見どころになりそうですね。ルイス・ディアス、高橋、カイオ、秋野、ここで受ける、アレクサンダー・アーノルド、エリオット、ティアゴ、アレクサンダー・アーノルドへ、エリオット。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。ここはカットします。ヘンダーソン、エジカルジュニア、トクラ、これをカットします。おっと、ティアゴから右サイド、これは笛はありません。ここは読んでいました。ルイス・ディアス、抜けるか、素晴らしいフェイントからリバプール、ここでファールをもらいます。抜きに行きます。さあこぼれた、シュート、笠原のセーブ。まあクリアが精一杯ですよね。裏へのスルーパス、どうだ、対応せざるからトクラ、トクラ、いやー、先制、長崎、鮮やかなカウンターからのフィニッシュ。相手としてはこれ止められないですよね。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし、素晴らしいカウンターでしたね。シュート、来た、長崎、怒涛のゴール、勢いが止まらない。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。
さあ長崎得点を重ね2対0という展開。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。奥井いいプレッシャーです。太陽ここはつながりません。エジガルジュニオへ、エジガルジュニオからトクラ、沢田、絶好の位置、ルイス・ディアス、フィルミーヌが受ける、仕掛けるタイミングを図る、アレクサンダー・アーノルドからボールが上がる、中央、ルイス・ディアス、このボールをインターセプト、ヘンダーソン、うまいインターセプトを見せます。ルイス・ディアス、リガプカウンターを仕掛けていきます、スルーパス、クロスが上がる、決めた、前半も残りわずか、いい時間に決めました、狙いしました、見事なシュートでした。いやこれは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。そこにきっちり決める技術もさすがですよね。 There will be one minute added time. さああと1点です。シュート追加点、長崎、これで差は2ゴールになりました。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息シュート、うわー、押し込むか、決めた、前半のアディショナルタイム、おっとこれは試合を止める笛のようです。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。長崎としてはいい形を作れているので、あとはどれだけ失点を抑えられるかでしょうね。リバプール対ビファーレン長崎、長崎が前半で3対2、1点リードで後半です。セカンドハーフ見ていきましょう。抜けてくる、ミドル、セーダ、これは素晴らしい反応でした。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。リバプール、サイド入れてきた、スタミ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあここでカウンター、長いボールを入れます。さあカウンターを仕掛けます、抜けるか、さあエジガルジュニオ、ボール入るか、このパスが抜ける、狙えるか、シュート、いやー追加点、長崎リードを広げました。
ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。トクラ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、リードを2点に広げてリスタート。長崎としては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね、はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。そうですよね。トクラ、トクラ、シュート。 The attendance for this match was 71,550. これは奪い返します。上がっていけるか、シュート、笠原のセーブ、これも止めてきます。このピンチでしたがナイスセーブ。リバプールはコーナーキック2本目。ここはショート、ジョーダン・ヘンダーソンからフィルミーノと、ボールは硬い守備を見せます。スペースへ、スペース、いいボール出たんですけどもね。裏へ届くか。さあこのセカンドボール、エジガルジュニオへ、このセカンドボール、裏のスペースを狙う、シュート、長崎追加点。さらに突き放します。これで3ゴール差。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。トクラ、今日3点目。さあ長崎3点リード。さあ一気にカウンター、スペースを狙う、流れを止めます。自分で行く、ディアルのここのパス上げる、あ、トラだ、ゲット。さああと2点、まだ分かりません。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。Substitution on the fieldNumber 17. さあ共に選手交代があるようです。 Coming on to replace him is 流れを変える1点となるんでしょうか。 Number 18. Substitution in progress. さあエジガルジュニオ、アレクサンダー・アーノルド、ここは抜かせません。シュート、来た、追加点、長崎、点差は3点、試合が決まってしまうのか。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。今のは出し手と受け手のコンビネーションですよね。インポイントでパスを出さないとディフェンスに引っかかってしまいますからね。イメージ通りのゴールになったんじゃないですかね。トクラ、これで今日4本目です。さあ長崎3ゴールリード、裏を狙っていきます。いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。アンドリュー・ロバートソン、抜けてくる、ここは抜かせません。カイオ、さあエジガル・ジュニオ、このボールをインターセプト、
ここでファウルがありました。オザン・カバク、アンドリュー・ロバートソン、ロバートソン、リバプール、これはスローイン。積極的な守備を見せます。エジガル・ジュニオへ、さあ徳良、桑崎、長崎、ここでファールをもらいます。アンドリュー・ロバートソン、さあ笛が鳴りました。6対3、長崎圧倒的な強さで勝利しました。徳良、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し最高のパフォーマンスを見せてくれました。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。長崎としては攻撃的で迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が3点差で見事な勝利を収めています。
Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、長崎は強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。まあフットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね、はい、なので相手が強豪だからといって今日のゲーム何が起こるかわからないですからね、逆にそういうのを期待して見てしまうんですよね、はい、サラーから中田、抜けてくる、ね、クロスが入る、ここはディフェンスの対応。アラバ、ロベルト・カルロスからボール、頭、いやーこれはナイスセーブ、キーパーよく止めましたよね、素晴らしいですね。裏のスペースを狙う、これは合いません。アラバ、さあ逆サイド、このパスを受けてロベルト・カルロスへ、中田、さあ打てるか、シュート、ファールありません。奥井、このボールをインターセプト、マンチェスターユナイテッドがここでファールを取られます。レフリーの答えはイエローカード。長崎は前半未だシュートがありません。トニクロースからロベルト・カルロス、ネイマール、もう一度組み立てます。硬い守備を見せます。スルーパスを出す、ここは通しません。さあロマーリオ、さあ左サイドへ、ロマーリオからネイマール、長崎ボールです。沢田、エジガルジュニオからトクラ、ここは奪います。ダニアウです。長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポジションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね、ただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところのシュート、さあこぼれた。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマンチェスターユナイテッド、
クリア。このピンチをなんとか出します。ダニ・アウベス、スペースへフルシュート。マンチェスターユナイテッド先制。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。お互いのコンビネーションですよね。今のは一瞬の隙だったと思うんですけどもね、そこを見逃さないでうまくパスを通しましたよね。フィニッシュも落ち着いていて見事なゴールでした。シュート。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いや、シュートの前のパスなんですけどもね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。惜しい。ロベルト・カルロス、ダニ・アウベス。長崎としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。トクラ、いやー、同点、長崎。いやー、これは北澤さん、短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持ってきたいですよね。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね。はい、この流れに乗って逆転したいですよね。トニクロース、トニクロースから左へ、ロベルト・カルロスへ。ボールのかこのパス。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さあ、まずは最初の45分を終えました。お互いシュートシーンが非常に多かった前半でしたね。もっとこう点が入ってもおかしくないようなゲーム展開でしたから、現実分け合ったという結果から言うとチームとも納得はしてない前半でしょうね。リファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、前半は1対1の同点で終了しています。さあ、ご覧のように後半スタートしています。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。裏へ届くか、どうだ。奥井からのスルーパスをカットしました。ここは競り勝ちます。高橋、これはファールです。先ほどのファールはイエローカードが出ていました。まあ、注意だけで済んでましたけどもね、それが溜まってしまったんでしょうね。ロマーリオから右へ、秋野、トクラ、裏を狙う、抜けてくる。さあ、トクラ、これを読んでいた。抜かせません。秋野、ネイマール、ロベルト・カルロスへ。ここはつながりません。さあ、エズガル・ジュニオ、体を張ります。あー、これファー、取らないですか、レフリー。ロベルト・カルロスからネイマール、トニクロース、ビエラへ、中田へ、奥井、このボールをカットします。 The attendance for this match was 71,649. 奥田からエジガルジュニオ、スペースを使う、さあ、フリーだ、どうだ、直接行ってしまいました。高橋、ここはカットします。
村松、速いパス回し、絶好の位置で受ける、得だ、うおクリスティアーノから高橋、ここはクロス、マンチェスターユナイテッド、ここクリアで難を逃れます。久保からロマーリオ、中田、自分で行く、中田コース空いた、危ないシーンでしたがクリアの対応、エジガルジュニオ、スルーパス、さあ来たか、トクラ、トクラ抜いた、さあ勝負です。長崎は同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。これは合いません。ネイマール、ネイマールからのフィード、ネイマールからのスルーパスは通りませんでした。ダニアウトです。秋野、うまいインターセプトを見せます。さあ中田、スペースを狙った、村松、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、両チームともメンバー交代があるようです。 Coming on to replace him is number 13. Substitution in progress. チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから使ったところでしょうね。さあ徳良、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。注意、このボールをカットします。澤田、スルーパスを狙う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。イブラヒモビッチに渡る、中田、ダニアウベス、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。長崎、立て続けに選手を入れ替えてきます。トクラ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。ビエラ、ここはつながりません。さあカウンターだ。さあエジガルジュニオ、中田、ここからカウンター早いでしょ。中田から右サイド、セカンドボール拾えるか、中田へスペースを狙うと呼んでいた、ここで笛です。1対1、同点で試合終了です。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。長崎としてはいやよく頑張ったと思いますよ。決して弱い相手ではないですからね、頑張りましたね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1引き分けに終わっています。
fellow attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center?Hello, everybody, and welcome to today's match. Milan 対ビファーレン長崎。こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。セリエ A TIM ミラノ対ビファーレン長崎。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。ジルーです。シュート、よく止めた。ここは奪います。狙えるか。シュート、素晴らしいグランダ製のシュート。枠には行きませんでしたけどもね。結構で鋭い良いシュートでしたね。ここは繋がりません。フランク・ケシエ、エルナンデス、深代智里、フランク・ケシエ、ピエール・カニリュー。長崎が立ち上がりから積極的にボールを奪いに行くシーンが目立っています。このあたりどうご覧になりますか。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどもね。持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。裏へ届くか。レアオ、トナーリ。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。スルーパスを狙う。さあ来たか。ここはキーパー処理しました。パスを出しましたが意図が合いませんでした。抜けてくる。フランク・ケシエ、ミドル、富澤、セカンド拾えるか。あと、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。ここクリアで難を逃れます。これは奪い返します。クリスティアノ・ロナウド、クリスティアノ・ロナウド、レアオ、これは届くか。飛び出した。ボールが迫る。裏へのスルーパス。このパスはキーパーへ。
スルーパスを出す。いい展開ですね。どうだ、これは合いません。ミドル、シュートを狙っていきました。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。コーナーキック、ここは対応します。クリスティアーノ・ロナウド、裏のスペースを狙う。カウンターですよ。クリスティアーノ・ロナウド、来たー、先制、長崎。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし、素晴らしいカウンターでしたね。 After 34 minutes is Cristiano Ronaldo。 1対0、先制ゴールが決まりました。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、一回落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど、レフリー笛は吹きません。パス、シュートした、長崎、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。ロナウド、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですね。時間にすると何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがしっかりあった見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。奪います、ロナウドへ、ボール入るか、さあどうだ、クリスティアーノ・ロナウド、インターセプト、フランコ・ケシエ、打つか、長崎、ここでファウルをもらいます。ちょっと迷いますよね。おー、ゴール、素晴らしい、立て続けのゴール、決めてきました。素晴らしいキック、直接決めてきました。キーパーの位置をよく見て蹴り込んできましたよね。見事なシュートでしたね。 After 42 minutes is さあ長崎、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。スペースを狙った、シュート、追加点、長崎、
リスティアーノ・ロナウド、ハットトリック達成、期待を裏切らない素晴らしい活躍。ゴール、北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。クリスティアーノ・ロナウド、今日3点目。さあ、長崎、現在圧倒的な強さを見せています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。裏へ出るか、おっと、どうだ、シュート、ここで前半の45分が終了しました。カヤクコ、まさに大爆発というところです。長崎、調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。そしてというのもね、相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続いたんですよね。セリエ A TIM ミラノ対ビファーレン長崎、長崎が大量リードで後半を迎えます。さあ、後半キックオフ、深代智美、クリスティアーノ、これは来た、フリーで受けた、これはいい守備です。あっと、これはエリアの中だ。ここでペナルティを取られてしまいました。長崎、 PK のチャンスを得ます。イエローカードです。抗議の姿を見せていますが、判定は変わりません。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。メニアム、しのいで次につなげたい。これを決めて追加だ。冷静に押し込みました。方向は合ってましたけどもね、いいキックでしたね。クリスティアーノ・ロナウド、これで今日4本目です。ゴール After 48 minutes is クリスティアーノ・ロナウド。さあ、長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。さあ、左サイドへ、クリスティアーノ、いい守備で奪う。ブスケッツ、ここは読んでいました。レアオ、ダビデ・カラブリア、クルニッチ、ここはつながりません。クリスティアーノ、これは合いません。アキノ、パスでつないで攻め込んでいきます。ここはいいプレスで奪います。フランク・ケシエ、ゴミヤスからクリスティアーノ・ロナウド、このボールをカットします。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。 After 57 minutes is Rene Kunic。 Rene Kunic。 Rene Kunic。
さあミラノチームとしての意地を見せます。トナーリ、このボールをカットします。トナーリ、ここは競り勝ちます。クリスティアーノ・ロナウドが厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね。そうですね、しかも相手は守備ブロック、シュートゴールキーパー集中しています。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。このピンチでしたがナイスセーブ。サブスタチューションオンザフィールド、ミラノここで選手を変えるようです。コミングオンザフィールドイズアンテ・レビッチ、エルナンデス、フルニッチ、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。長崎としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。エルナンデス、エルナンデスからケシへ抜けてくる、シュートこぼれます。Substitutions taking place. 長崎はベンチに動きがあります。クロスを入れる。これはよく止めました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ジルー、高さを生かしたシュートでした。セカンドボール拾いたい。クルニッチから右へ。長崎カウンターを仕掛けます。切り込むか、チェックを受けながらのドリブル、シュート、いや追加点、長崎容赦ない一発。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ、相手としてはこれ止められないですよね。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。クリスティアーノ・ロナウド、これがなんと今日5点目。ミラノここで選手を変えます。Substitution on the field. さあ長崎現在圧倒的な強さを見せています。これは届くか、ここで受ける、裏へのスルーパス、さあ打てるか、シュート、チャンスになる、シュート決めた、長崎さらに突き放します。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。大竹監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。
いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、ダビデ・カラブリア対応します。この位置で受けるシュート、長崎追加点。全く手を緩めません。ロナウド、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやパスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。クルニッチ、柔らかいボール、ジルー、ジルー、ゲット、ミラノ、ジルー、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。ゴール After 84 minutes is Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud!さあミラノ一矢報います。組み立てながら攻め上がっていく。このボールに触ります。積極的な守備を見せます。このセカンドボールは上げる中央へ。これは直接キーパーへ。さあカウンターのチャンスになります。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。シュート決めた、ミラノ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきますよね。チェックを受けても簡単にバレないテクニックを使いましたね。After 89 minutes isRene Krunic! Rene Krunic! Rene Krunic!長崎はこれで交代枠をすべて使い切りました。サブスティチューション。さあミラノ、チームとしての意地を見せます。いやチームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。スルーパスを狙う、シュート、来た、追加点、長崎、さらにさらに点差を離していきます。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。深代智、エルナンデス、
積極的なディフェンス。ここでファールがありました。イスマイル・ベナスル、果敢なディフェンス。ここで前を向けるか、吉田、いい守備です。これはファールを取られました。これは素早いリスタート、これは積極的なチェック。ここはカットします。デビッツからベナスル、仕掛けるタイミングを図る。守備陣クリアの対応です。ここで笛です。9対3、長崎敵を全く寄せつかない強さで勝利しました。クリスティアーノ・ロナウド、素晴らしいゴールの数々を見せてくれました。文句なしの大活躍です。北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A TIM、 長崎が大差をつけ勝利しています。
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? セリエ A TIM。 Hello everybody. この時間はリターレ長崎対カリアリ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。セリエ A TIM、 リターレン長崎対カリアリ、サイドをご紹介しましょう。向かって左のエンドから攻めるのが長崎、反対側右のエンドからがカリアリ。富安、加藤、ブスケツへスルーパスを狙う、来たぞ、倒されます。これはペナルティーエリア内。いや、やってしまいましたね。長崎ここで PK を得ました。審判に抗議しますが、これは認められません。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。先制のチャンスを迎えています。手堅く決めてきましたね。勝負強さを見せましたよね。ゴール After 8 minutes is Number 11 Cristiano Ronaldoさあ、長崎、今日先制はこの早い時間でした。
この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。これは合いません。ここはいいプレスで奪います。加藤裏へ出るか、さあ来たか、厳しいディフェンス、体を張ります。ここはカットします。マルコログ、ここはつながりません。クリスティアノ・ロナウド、裏へのスルーパス、おー、いい形じゃないですか。スピーダンド、そのままキーパーが抑えました。このボールをインターセプト、ベッラノーバ、長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね、ただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。あ、テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。マルコログ裏へ届くか、来たか、来た、これは吉田、これはいいディフェンス、取れないですか。レフリー、クリスティアノ・ロナウド、ここは対応します。うまいインターセプトを見せます。ダウベリッツ、さあ左へ預けて、スペースを狙った、シュート、決まった、追加点、長崎、これで2点差。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目のゴールです。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、さあ長崎さらに1点を追加し2対0としています。長崎としては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。さあ繋がるか、いい展開ですね。クロスを選択、頭、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。米田、硬い守備を見せます。裏を狙う、さあジョアン・ペドロ抜けてくる、これはいいプレー。秋野、クリスティアノ・ロナウド、うまいインターセプトを見せます。ハリアリ、ここでファールをもらいます。これはカード、ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。ブスケッツ、このボールに触ります。うまいですね。もう一つ前に行きたい、
これは来た、振り抜いた、わずかに右へそれました。もう空いた瞬間狙ってきますからね、もともとミドル得意ですからね。前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。セリエ A TIM ビバーレン長崎対カリアリ、長崎が前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。後半キックオフです。ここは競り勝ちます。ロナウドへペドロ、ハリアリカウンターを仕掛けていきます。アキノスペースへ抜けた、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。長崎は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。ロナウドへダウベルチ、柔らかいパス、ここは読んでいました。ベッラノーバ、攻めの姿勢です。アキノ、ここからカウンター早いでしょ。スルーパス、さあ抜けた、ボールを追います。どうだ、アキノ、ここで回す、シュート、さあこぼれた、このパスを受ける、インターセプト。 The attendance for this match was 70,987. 飛び出した、これはいませんでした。アキノ、これを止めます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。マルコログ、ここはカットします。カリアリは選手交代のようです。サブスタチューションズテイキングプレイス、substitution on the field number 33 coming on the field is スルーパスを出す、どうだ、 number 7ロナウド、グラッシ、
ここはボールを下げる。長崎が交代の枠はまだ2つ残しています。これは合いません。ベッラノーバ奪いますと呼んでいた。グラッシベッラノーバラズバンマリスペースを使うシュート。いや追加点長崎。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ。タイミング完璧でしたね。そうですね、タイミングバッチリでしたよね。一瞬の判断でしたけどパスも正確でフィニッシュもついてましたよね。長崎立て続けに選手を入れ替えてきます。ブスケッツが今日のゲームはカード1枚もらってますからね。さあ長崎現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。このボールはつながりません。ロナウドへさあフリーだ。このパスはキーパーへ。パスを出しましたが意図が合いませんでした。このボールをインターセプト。グラッシーカウンターですよ。いいボールですよ。これいいですよ。さあ行くのか、ボールでも行くのか。コーナーキックボールを相手にリフレットしゴールラインを割りました。長崎はあわやというシーンでしたがここは外から打った。シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。狙っていくのはいいことですよね。ビハインドの状況でもまずはこういう気持ちで積極性をアピールすることが大事ですよね。打っていけば何か起こるかもしれませんからね。秋野うまいインターセプトを見せます。バランから大きく縦ロナウドへ。これは届くか。シュートー。キーパー素晴らしい対応。キーパーいい反応でした。長崎としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。パボレッティさあカウンターを仕掛けます。ここはつながりません。2 added minutes has been indicated. 米田パスでつないで攻め込んでいきます。さあクリスティアノ・ロナウド。これは合いません。ダウベルチここで笛です。3対0長崎圧倒的な強さで勝利しました。クリスティアノ・ロナウド今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん今日のゲームどうでしたか。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
セリエ A TIM 長崎が3対0大勝を収めています。Thank you.